いっつもたくさんのお菓子作って、昼間何食べてるんですか？ということでご紹介します。じゃん、こちらほっそり細そば、卵1個器に割り入れます。みりんとお醤油大さじ1ずつ入れていきます。いつもは適当です。今回はちゃんと測りました。めんどくさい方はめんつゆ大さじ2を代用してください。これね、丸大豆醤油ですよ。ポイントは耳たこですね。この動画見てる方は鰹節の2分の1入れていきます。残りを適当に。それからお家に、あ、冷凍庫にネギがあった、ごまが残ってた、なんか残ってる方はちょっと入れてみてください。お好みで刻んだくるみを入れてもとっても美味しいです。ごまは手でこうすりつぶしながら入れると香りがふわっと弾けてより美味しくなります。お好みですが、手がベトベトになっちゃう方はやめてくださいね、気になる方は。さあ、お蕎麦を茹でます。茹で時間は1分早めに上げてください。釜玉で水でキュッとこう戻さないので、これおすすめのね、麺ケースです。すいません、うずき製麺というところのほっそり細そばがおすすめです。では話戻りますね。表示時間1分早く出そう。釜玉は余熱で煮えてしまうので1分早く出しましょう。これカップラーメンはどんなタイミングで食べますかっていう話なんですけど、私は固めが好きです。どうでもいいですね。それから海苔細かくして入れます。ですので柔らかめの麺が好きな方は表示時間通り茹でてくださいというお話でした。普段お菓子教室の先生してるけど何食べてるの？すっごく地味です。多分ね、何食べたか忘れちゃうぐらい地味なもの食べていて記憶にないぐらいなんですが、まあ、パパッとね悩んだらいつも卵かけ納豆ご飯とか食べてます。結構ね、試作でヘビーにいろいろと食べるので粗食です。焼き魚とかそういうものからシンプルに肉焼いて地味ー。皆さん何食べてるんだろうという話をしていたらできました。これね、地味なんだけどすっごい美味しいです。とろたまで最後やげんぼりの七味、これふわっと香りますね。いかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。リリークッキングのプリンがお送りいたしました。